まもなく1番線より列車が発車します。駆け込み乗車おやめください。斉藤幸乃の1番線メリークリスマス。ご乗車ありがとうございます。斉藤幸乃です。いや、なんかこんな風に言ったらソリ乗ってプレゼント配りに行くみたいですね。そんな感じはしません？いや、いいじゃないですか。クリスマスですよ、クリスマス。だってね、山形と山梨と徳島で今聞いてる方は25日、日曜日。そう、クリスマス本番なんです。いやー、もうこんな時期なんですね。そう、そんな時期にですね、ちょっと夢のある話をしようかな思うんですけども。こないだ、JR 西日本が発表したトワイライト水風。詳しいことが分かりました。来年の6月17日運行開始になったということなんですけども、まあお値段がすごいことになりましたですね。やっぱりクルーズトレインですから、そこはね、ちょっと調べてみたんですけども、2017年だから来年の6月から9月分のお値段が出たんですね。大阪京都から山陰本線とか山陽本線でこう下関を目指すような、中国地方キューッとこう旅するような感じなんですけども、まあ列車に乗るだけじゃなくっていろんなところを巡っていくんですけどもね、1泊2日安くてお一人27万円。キャー、スイートは1泊2日で78万円9月分。いや、すごいわ。やっぱりクラスが違いますね、値が違う。で、2泊3日コースもあるんです。ちょこっと長いのは、それは安くて50万円。ほんでいちゃん高いね、もう1両1部屋っていうところもございますから、そこはですね120万円か125万円、来ました、3桁でございます。えらいこっちゃです。誰が乗るんでしょうか。そらお金持ってる人ですね。はあ、はあ、でもなんだかもう世界が違うと言いますか、それだけをたった3日間のためにそのお金を費やしちゃう、どんな旅ができるんでしょうね。きっとこう出会うもの、いただくもの、感じるものがもうね、まるっきり今のこの世とはってて、それは言い過ぎですね、もう現実とはこう離れ切ってるものやと思うんですけども、やっぱりそれだけお金がかかるってことが魅力あるツアーなんですよね。まあトワイライトエクスプレスが以前走ってた時は大阪札幌最高スイートでもね4万6千円ぐらいだから、まあ乗車券合わせたら5万円ちょっとですかね、スイートでもがね、いっちゃん高いのが5万円ちょこっとやったのに120万円ですか、えらい出世ね。え、比べたらあれですけれども、でも旅が全然違うんですね。クルーズトレインって流行ってるんですね。先駆けとなったあの JR 九州の七つ星、今どないなってか知ってますか。運行開始3年目になるんですけども、予約は未だ20倍超、そんだけ人気なんで、その倍率に入らんと変われへんってことなんですよね。で、来年の春には5度目の値上げがあって、最高はお一人様95万円になるそうです。キャーね、せやから当初そのね3泊4日でいっちゃん高いのがそれなんですけども、当初は55万円やったんですよ。7割ぐらい上がってるんです。っていうことはですよ、トワイライト水風も上がるやもしれないとなると、今下手したら安くで乗れるのか120万円、いや安くない、ここは目を覚ましましょうねえって考えると、いや今乗っとくべきかねって心が 0.1 ミリぐらいは動いてしまったんですけどもね。いやいいですね。そう、四季島もデビューしますしね、東日本は来年の5月。こちらも一番高いコースはお一人様95万円、絨毯の床にヒノキ風呂、はあ、もう列車なくなってますね。とてつもなくかけ離れてるんですけども、ここでびっくりしたお知らせがあって、この JR 西日本、トワイライト水風はもちろんですけども、クルーズトレインは新たな気軽に利用できる長距離列車も作ろうっていう発表もちらっとあったんです。そう、気軽にですから、これはまあお値段、時間、こう旅の分量全部がくるまっていると思うんです。もちろん寝台っ
ていう、寝台か寝台じゃないかっていう発表もまだなんですけども、まあこれだけ聞いたら、あってなるとちょっとお手頃コースもできるかもって感じますよね。やっぱりそれ大事やと思うんです。寝台列車が全部高鳴ってしまうと、寝台列車知ることってごく限られた、ね、エリア方にしかならないですもんね。やっぱりいろんなバリエーション、ちょっと手軽に楽しめるのか、初めてゆくゆくはやっぱりトワイライト水風七つ星四季島乗ってみたいねんっていう、このね裾が幅広がると言いますか、そういう枠も増やしてほしいなってちょこっと思ったんが近づいてきてるんでね。いやこれはまた期待ができますね。寝台列車の旅もいろんなバリエーションつくといいなって思いました。さあ番組を始めてまいりましょう。乗り物や旅をテーマにしたほのぼのとした番組、斉藤由紀乃の一番線は AM1422 ラジオ日本と AM765YBS ラジオ、 AM918 山形放送、 AM1269 四国放送でお送りしています。それでは斉藤由紀乃の一番線スタートです。さあ今日はちょっとクリスマス気分でふつおたご紹介します。はじめにおはがきですね。岩手県からラジオネーム若年寄り恵比寿さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東急線の中目黒駅のガード下に大型の商業施設がオープンしました。およそ700メートルにわたって多くのお店が立ち並び、飲食やお買い物が楽しめるというガード下といえば、昔はおじさんたちのたまり場でしたが、近年はおしゃれなお店が増えてきて、女性や若い人たちの姿も見かけるようになりましたね。そうそう変わってきてますね。この中目黒駅のガード下は11月の22日にオープンして、入ってるお店がねしゃれてますわ。フレンチトーストの専門店ですとか、ちょっとしたおでん屋さんとか、これも関西から初出店だったみたいで、あと蔦屋書店さん、あのおしゃれなね本屋さんね、全28店舗がオープンされたということで、まあ中目黒らしいお店が並んでますね。コンセプトはシェアですって、これホームページにあったんですけども、こう高架下っていう一つ屋根の下を個性あるさまざまなお店がシェアして、中目黒らしい街の楽しみ方ができる新しい商店街の形を目指したという。素敵ですね。ああだからそこ歩くだけで、あこの街どんな街なんやっていうのがパテわかる。ガード下ってやっぱり街の雰囲気表してますもんね。ガード下で思い浮かぶんはそうですね、あ関西になりますけども、元町とか佐野宮のガード下、あのごちょごちょっとした感じが好きですね。あのごちょごちょっとしてるんですけども、やっぱりそこは神戸の街なんで、おしゃれな靴屋さんとかハンドメイドのお店とかあったりして、あ神戸らしいなって思うとこですね。あとそうですね、ガード下やっぱり新橋とかね、そんなイメージありますね。そこはなんかちょっと寄っていきたいなみたいな、フラッとちょっとお酒のいい誘惑がありそうやなっていうガード下。あーいろんな色出せるんですね。いや行ってみたくなりました。さあお次は千葉県からラジオネームたけさんです。ゆきのさんこんばんは。せーのこんばんはまで書いてくださってどうも。番組開始当初から聞いていますが初めて投稿します。わ嬉しいです。さて私は以前神戸に住んでいて、ゆきのさんが出られているスマタンよく見てました。久々にちょっとした里帰りで大阪へ寄り、スマタンの生中継を初めて拝見しました。放送の合間、雪乃さんに関東から来ましたと声をかけさせてもらいましたが、実際に見た雪乃さんは天使のように綺麗で優しい方だと感じました。いや、人違いちゃうかな。短い時間でしたが、楽しい思い出を作ることができ、とても感謝しています。次はてっちゃん予備軍の5歳になるうちの息子も連れて行こうと思うので、その際はよろしくお願いしますと送ってくださいました。あら嬉しいです。ありがとうございます。来てくださったんですね。そう私ね、関西の読売テレビスマータン&ジップでお天気キャスターを務めてるんですけども、それが外なんですね。読売テレビ前の玄関前という外でやっていて、誰でもこう見に来ることができるんです。
今はね放送は5時6時台ですから真っ暗な中なんですけども、ちょうどね読みなりへ言いまして、キラキラしてるんです、あの読売テレビ前がイルミネーションで、ん、ええ、そうルミナリエとかけまして読みなりへ、これ辛坊治郎さんが勝手に名付けたんです。もうこれ公式名になってますね。そのねキラキラにね、私がただ浮かんでたから天使に見えた、うん、多分ねいろんな照明さんとか衣装さんとか、メイクさんのおかげですね、感謝します。いやでも嬉しいんです、いろんな方来られるんですよ玄関前って。もちろんお近くの方、顔なじみの方いらっしゃるんですけども、年1回自分の好きなねコンサートにかけてこう大阪訪ねてその時に来るんですって、年1回来る人とか、やっぱり夏休みとか利用されて小学生のお子さんとかね、いろんな世代の方が来られたりとか、すっごい出会いがありますね。聞いてみなわからんので毎回話すようにしてるんです。合間は準備があるんですけどもね、次のお天気の準備があるんですけども、やっぱりそこはそこでしか出会えない方、そこでしか出会えないこの寒さ、今やったらね気温は寒いですねっていうこの会話、もうその時しか出会えない、言うたら旅と一緒ですわ、一人旅と、やっぱり出ないとわからない、一人でいてみなわからへん、そういう体験と一緒なんですかね。あー、だから好きなんですかね。だから毎回ねお天気の合間に喋りに行くんですけども、そういう出会いたくさんありますね、すごく嬉しいです。皆さんねお話ししてくださって、今は寒いですけどもね、話すとね絶対一笑い二笑い以上はできるんで温まりますよ。なんでもしね、来てくださいねとはよう言いませんけども、読売テレビよかったら寄ってみてください。さあメッセージテーマも届いてますね。今回からスタートするテーマ、実は点点点、実は有名人と遠い親戚ですみたいな、実はマル秘エピソードみたいなことをね集めてたんですけども、来ました、こんなエピソードです。ラジオネーム柔らかアルマジロさんからです。ゆきのさんこんばんは。こんばんは、初めてお便りします、ありがとうございます。実は私は同じ名前の妹が2人います。と言っても片方は弟のお嫁さんで、実の妹と同じ名前の人と結婚したからなんです。漢字が違うんですが読みは一緒なので一族全員が大混乱です。珍しいと思いませんか。え、珍しい。せやから名前読みが一緒、漢字が違う、香里ちゃんとかなんかそんな感じですかね。香里ちゃんって呼んだら2人の人が振り向く、あ、これはちょっと紛らわしいですね。ようクラスでもそうなってました。同じあだ名の子ね、名前かぶるたらな、あだ名を変えましょう、うん、2人とも変えましょう、うん、それしかない。あだ名って大事ですよね、こうニックネーム、やっぱりこう覚えやすいと言いますか、その人を表すものなんで、私もこう仕事でお世話になってる方とか、こう勝手にこうやって読んでいいとか決めてますね。例えば爽やかくんとかいますし、もうパッと見爽やかやなっていつも挨拶爽やかなんで、爽やかくんって言ってもう、生放送で爽やかくんって言って、うん、そんな勝手につけたりしてます。いや怒ってへんかな。いやあだ名は奥が深いわ。あだ名のつけてみてください、つけてみてくださいっていうのも変ですね、つけてるんでしょう、また教えてくださいね。さあこの番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。旅のリポートや私への質問、曲のリクエストなど何でも OK です。そして実は点点点もお待ちしてますよ。メールの方はゆきの @jorf.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本斉藤ゆきのの一番線係までお願いします。斉藤ゆきのの一番線。鉄道ニュース1422。このコーナーでは話題の鉄道ニュースをご紹介、私斉藤ゆきのが解説員の方にいろいろと教えていただくコーナーです。まずは天の声さん、今日のニュースお願いします。
観光列車ザ・ロイヤルエクスプレス誕生へ。東急電鉄と伊豆急行は来年の夏から運行開始を予定している新たな観光列車の名前をザ・ロイヤルエクスプレスに決定したと発表しました。 JR 横浜駅から伊豆急下田駅の間をおよそ3時間で結ぶこの列車、外観は列車の名前ロイヤルをイメージしたロイヤルブルーをベースに、車内は車両ごとに異なるデザインとなっています。そしてこのニュースを解説していただきますのは、雑誌鉄道ダイヤ情報編集長の助川和彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新しい列車が、観光列車ができるんですね、伊豆急さん。観光列車、この改造車両なんですけどもね、アルファリゾート21っていう2100系っていう電車の一番新しい編成があって、はい、それを改造して、思い切って観光列車に大改造するという。もう観光列車専用ということことです ね。で、区間が横浜、 JR の横浜から、はい、伊豆急下田までの区間という。おお、いいですね。横浜の街並みから伊豆の方へ行く。で、横浜の駅にはラウンジもできるという。ラウンジ、本当専用ラウンジ。専用ラウンジ、なんだかどこぞで聞いたことあるような七つ星なんかもね、九州で走ってる あ、ね、あれ駅に専用ラウンジあるんですよね。あります、あります。博多駅の上にありますね。そうですね。あと四季島とか、いろんなところでも専用ラウンジはできますもん ね。そんな感じで、伊豆急さんの観光特急にも、こう専用ラウンジ。でデザイナーが道デザイン研究所の水戸外事さんですね。来ました、水戸岡大先生が手掛けられる。で、そう、これも実はこれ記者発表会行ってきたんですけれども、でこの時東急電鉄 の野本社長が実際お話しされたんですけどもね、はい、その時にザ・ロイヤルエクスプレスっていう名前を思い浮かんだのも、その東急の野本社長ご自身らしいんですね。で、その名前を思い浮かんだ時に、はい、じゃあ誰にお願いしようかってところを、はい、まあ考えたら、やっぱ水戸岡さんにお願いしようっていう感だと。わあ、もう直感でしょうか、ね、こうインスピレーションでは こういうのがいいって。東急 の野本社長のやる気っていうのはすごく感じた記者発表でしたね。なるほど。その力の入った思いのこもった車両はどんな車両になってますか？8両編成っていうアルファリゾート21の頃からの編成コースは変えてなくて、はい、で定員が約100名と、このぐらい の規模の観光列車でね、こういう内装の水戸岡さんの木目がメインの内装体するんですけれども、こういう観光列車で100人っていうのは、これはなかなかない人数ですよね。すごい多い人数。大規模なんですね。大規模、でさらに、編成の中でファミリー向けの車両とプレミアム向けというのに分けるみたいなんですね。はあ、で1号車2号車がそのファミリー向けみたいなんですね、はい、で1号車ってのは伊豆急下田を向く向かっていく時の車内なんですけども、はい、で逆に7号車8号車っていう東京向きというか横浜向きですね、はい、の車両がちょっとプレミア的な存在で、あ、雰囲気も変えてるんです ね。車両ごとにもデザインが違う。そう、すごいご利用ですね。全然違うんです。あとすごいな、3号車がイベントカーみたいになってて、はい、まあ、なんか絵画展みたいなイベントもできたり、まあ、そこそこブライダルもできるという、結婚式マルチスペース車両っていうことになってますね。でもできる、はあ、万能でございますね。へえ、で、まあ、乗るだけじゃなくって、その中で楽しめるようになってる、その先ほどもね、絵の展示もありましたけれども、他にも楽しみが、あとは、まあ、楽しみ、多分これ生演奏があると思うんですけど、ありますね、これね、車内での音楽演出っていう風な発表がありましたんで、でそれでこの列車もザ・ロイヤルエクスプレスっていう名前のテーマ曲がありまして、あら、これもどこぞで聞いた七つ星さんもね、テーマ曲ありますけども、はあ、もう列車に乗るからだいぶ幅広い世界を、幅広い世界で、でその記者発表の時もこのテーマ曲の生演奏があって、どうでした？聞いてみて。いや、やっぱ目の前で聞くのはいいですね。ああ、で2分19秒だったかな、それぐらいの曲なので、そんな聞いてても疲れることもなく。もうちょっと聞きたいなぐらいで終わっていくんでしょうか。2分台ね。そうですね。でもそれもできるように車内でね、演奏できるなんじゃないかなと思うんです。あ、いいですね。あ、じゃあコンサートもできちゃうかもしれませんね、中でね。であと、ね、食堂車とか4号車ってのがあって、この4号車がもうすべてその食堂
ていうかキッチンとかその向けたスペースになってるみたいで、一路丸々なんで、